マリオカート、あー皆さんおはようございます。今日もね、一日頑張っていきましょう。カズマルクスと申します。いつもありがとうございます。本日もマリオカート8デラックスのあ、じゃあレート対戦世界ノラ、潜っていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、第1レース目は 150cc ゲームボーイアドバンスのルイージサーキットじゃなくてマリオサーキットですね。よろしくお願いします。さあ、まずはノーアイテムショートカットから1位躍り出たんですけど、これ横当て注意していきたいと思います。そしてということで、本日のカスタムはですね、ワリオパタテンですね。そしてタイヤは前回ね、すごい噛みまくってた、というか、あ、やばい、ちょっとタイヤお前タイヤ邪魔や、やばい、これちょっと痛恨のミスしたな。とりあえずこれ唐揚げくんさんいるじゃん、まるまるくんさんもちょっと待って、フレンドさんがすごいな。前回ね、なんだっけ、1万9000チャレンジの動画だと思うんですけど、めちゃくちゃ噛んでてというか、言い間違いがすごい多発してたんで、今回こそはね、言い間違いをね、ゼロを目指していきたいと思います。はい、そんな感じでね、よければね、コメントじゃんじゃん、目指せ50件ということで、皆さんね、よければどんどんコメントしていただけると嬉しいです。50件以上あればね、嬉しいのでね、よろしくお願いします。一番いいのは100件以上なんですけど、ということで、なんだかんだ言って、3周目入るんですけど、めちゃくちゃ団子状態なんで、ここはあえて、いや、そこ取るか、アイテムだ。このスターはなんとか持っていきたいところですね。と、どうしようかな、これグライダーとかで使っていこうかなと思います。そんな感じでここで一気に使ってグライダー行きたいと思います。 OK、 ここで多分順位一気に上げられると思いますので、強い、ここのショートカットマジ強いわ。で、後ろから、赤コーラ来てるんで、前投げてウィニングはしないということで、危なかった今ビビってさ、後ろから赤コーラ来てるんで、いや、ウィニングっぽくなってしまったね、申し訳ございませんでした。ということで、1位のね、マルマルクスさん、同部屋の方ね、というか1位おめでとうございます。その他の方々もね、今ね、一発目から潜ったばっかりなんですけど、すげえいい部屋引けたので、この部屋でね、走っていこうかなということで、ネオクッパシチ走っていきたいですね。 R さん32920レートということで、ズバ抜けてね、高いフレンドさんがね、合流してくださいました。ありがとうございます。続いてのコースは 150cc DK ジャングル、あ、ジョブ OK、 ハサとドキンゴークジャングル。ちょっとさ、スタートダッシュミスってしまいました。ということで、まあ多分この先ね、仮にスタートダッシュまあ成功したとしても、まあ被弾する覚悟、被弾するかもしれなかったんで、ここはね、プラスにポジティブ思考でいくと、皆さんね、明るくなりますのでね、そんな感じで、皆さんね、今日の本日の撮影日が10月の25日給料日だった方もね、多いんではないでしょうか。社会人限定なんですけど、後ろから見どころは注視して、なんだかんだ4位で、現在のアイテムが木の4なんで、ここはもあー、でも木の4、木の子、あー、でもよかった、これ木の1使ってたらテレサで木の3奪われてたので、まあよかったんじゃないかな。めっちゃ落ちてたな、めっちゃもう2人同時に落ちてた。ということで、本日20、あ、昨日ですね、発売日だったんですけど、ピクセル4の、発売日ということで、いや、これは唐揚げさんにしっかりね、ミドルコーラ気をつけていきたいと思います。絶対バックスナされるかもしれないんで、 OK、 これキノコ前出てもいいな、キノコでしっかり前出て、ちょっとね、ぶつかりそうだったんで、ちょっとターボ解放しました。早くここでコイン集めつつ、そこでテレサか、ちょっとテレサ多いねこのレースで2回目なんだけどな。とりあえずこれは、アイテム持っておいて、ウルトしっかり止めてミーターボジャンプアクションスルーして、そうですね、昨日ピクセル4のね、レビュー動画上げてた方がね、いたんですけど、いつも見てるね、方がいるんですけど、いや、欲しくなっちゃいました。ただね、値段が、これワンチャンスナイパー当たんないか、まだでも結構3位以降が差がありますので、まあ、心配はないということで、8万9800円とかそんな感じの値段だったと思うんですけど、いや、ちょっとね、高いかな。でもスマホってまあ数年間使うって考えると、日割り換算するとあんまり高くはないんじゃないかなと思うんですけど、今使ってるスマートフォンが Google からね、なんだろう、もう Google のアプリが使えないファーウェイさんのね、ファーウェイ社の、スマホをね、なんかグライダー中で仕留めたんですけど、危ねえ、これちょっと怖い、危ねえ、オッケー、危ねえ、危なかった今バナナつけてなかったら確実に落とされてたな、本当危なかったね今ということで、そう
ずっとねファーウェイ勢だったんですけどね、 Google のあのアプリがねもう一切使えなくなるということで、今ね使ってるあの P20 ライトはまだ使えるんですけど、多分今後使えなくなるかもわからないので、もう早めにね乗り換えをね検討していこうかなと思います。皆さんもねあのピクセル4ねあの買ってあの使い心地とかね、持ってる方いましたらね、あのコメント欄でねじゃんじゃんあの教えていただけると嬉しいです。持ってる方いるかわからないんですけども、さあレースを続き走っていきます。手のコースは 150cc のクッパキャッスル走っていきますけど、流星群さん3万5000レートの方ねまた合流してくださいました。ということはですよ、3万レートの方、前2人が3万ということでね、なかなか強いですね。よろしくお願いします。さあまずはアジブスタートダッシュ決めていきたいですね。後ろのあのマグマがすごい熱々ですね。もう 見るからに熱そうじゃん。そして赤ゴーラ、赤ゴーラ見えたらすぐね、後ろを警戒しながら上がっていきます。だいたいここアウト膨らむと油断しませんので OK、 なんだかいってここね、鉄球避けながらジャンプアクション入んないけど、これしっかり、あ、ダブル割れたね。でここねコインしっかり集めながら走っていこうかなと。そしてミドルコーラ持ってる、あ、 OK、移動さん持ってる方が右側にね移ってくれたんで、なんとか助かりました。一命を取り留めたといった感じですね。でここあえてさちょっと順位落としながら、アイテム取りたかったですけど、逆に全然、オーマイゴーオーマイガー、ちょっと待って待って、前にもオーマイガーって言ったんですけど、とりあえずここでウルトラ貯めて頑張っていきます。後ろの今のオーマイゴーってさ、待って待って、キノコ取られてオーマイゴーってなってたのかな。なんかすごい順位落としてたんで、コイン5枚か。で、現在2位なんですけど、後ろから赤コーラ来てる。こいつは赤消しできないか。で、赤さん持ってるんですけど、大丈夫かな。で、ここの、あ、なんか1位出た。え、嘘。気づいたら1位だった。ファースト。え、嘘。やばい。これちょっと、赤コーラ、赤じゃ、キノコ使いまして、クッパはギリギリでした。危なかった。このキノコ持っておくべきか、どうしようかな。いやー、これ、どうしよう。復帰用に使えるので、一応トゲもまだ来てないから、いやこれ超迷うんだ。とりあえずトゲ来た、ナイス。これは僕にでここしっかりトゲ回避決めまーす。オッケー。でウルトはしっかり貯めて、これ1位取りたいなー。トゲ回避決めたし、後ろのオーストラリア2方がすごい迫りに迫ってきてる。危ない、危ねえ、ええ、ミドルコール危なかった今、危なかった。オッケーオッケーオッケー。いや今一瞬当たったかなと思ってすごいびっくりしたんですけど、錯覚でした。危なかった。でこれ鉄球苦手なんですよ自分。鉄球ね苦手なんですけど、これしっかりダブル割っていこうか一応。いやこれ1位独走状態で、さらに、またクラクション引いた。いやクラクション引いてないね、さっき。また一発目に、クラクション引いたんですけど、さっきはキノコで回避した。そしてちょっとねえ、ジャンプアクションなんでそこ入んの。ジャンプアクションそれ入んのおかしくねえか。とりあえずここで、消しつつダブル割れたのは良かったんですけど、いや今疑惑すぎた。あれはさ逆にさジャンプアクション入るほどなのかと言いたいところですけど、これは1位確実なんじゃないか。オッケー、ありがとうございました。危なかった危なかった。 R さん危なかった今、迫り迫ってきたな。本当に危なかったね。もうちょっと、いや今日のね実況の中でこのレースすごいね、テンション高いですね。そんな感じで19100乗りました、ありがとうございます。そんな感じでね、続けて次のレースね最後にしたいと思います。最後までね見ていっていただけると嬉しいです。最終レースはミラーの、ビッグブルーで終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。ということでここのミラーはまあ結構走ってるんですけどね、選ばれる確率も高いので、はい、 OK。 いやこれどうだろう、まあ決まったでしょ。 OK。 最初コイン取ろうかな、0枚なんでまずコイン取りつつ、絶対これ押されるから被弾もあるのでまずコイン集めていこうか。で上から行こうかなと思います。上大体空いてるので出しは増えなかったけど、しっかりこう上から行きます。でコイン10枚にして、ほんと余る。しかもこうダブル割れるからね、ここも大きい点ですよね。そしてキノコ出た、うん、これ前出ようかな。キノさんのバナー気をつけながら前出て行きたいと思いますけど、 R さんのそのバナー怖いな、絶対当たんない、気をつけていきたいと思います。これダブル割れる、 OK。 ダブル割りまして、ファイヤーか、ファイヤー前これ仕留めるか、 OK。 で丸々くっさん当たってないのか、なるほど。でまだね2位だからね、しっかりウルトラ貯めて、いやちょっとね本当にここ走り慣れてるはずなのにミラーになると一変するからね風景が。でこのコースねセクション3セクションで本当にね勝負が分かれるので何とも言えないんですよ。でしっかりここ着地していきたいと思います。キノコ持ってるのか、これスナイプで当てられないかな。スナイプで当てていきたいんですけど、
どうしようかな。ここはしっかりダブル割っていきたいですけど、これダブルしっかり、いやこれダブル割ったの良かったですけど、しっかりウルトラ貯めていきたいと思いますけど、でもアクロラ持ってないからボム気をつけていきたいと思います。オッケー、しっかりダブル割って、あー溶けきてたのか、来い、うん来ねえか、クラクション、これ譲ってもよかったかな。でもまだなんだか言って3位か、いや2位か、ちょっと足は踏めねえ、足は踏めないけど、これしっかりアイテム割っていこうかなと思います。よし、オッケー。でそしてキノコか、キノコ持ってんだったらこれさ、使ってもいいな、これ使いまして、いけ !1!1!1!1! オッケー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 、よかった、トゲ回避、トゲ回避というか、あのトゲ譲り、あのマップね全然注目せず、ひたすらね、あの無我夢中に走っててトゲしてたら分かんなかったですけど、トゲ一発食らってなんとかね、1位取ることができました。ありがとうございました。最後の優秀日を飾れたのでよかったんじゃないかなと思います。そんな感じでね、今回はですね、夜にね、こんな一人でねテンション、高ぶりながらね、動画撮ってたんですけどね、ありがとうございました。ということでね、よければね、皆さんこの動画面白いとね、少しでもね、感じてくれたら、そしてね、またね僕の実況が、僕のね動画がねまた見たくなりましたという方はですね、登録者1万人ね目指しておりますのでね、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いしマルクス。それではね、過去動画もマリオカート7とかねたくさん動画上がってるんでね、そちらもねチェックしてみてはいかがでしょうか。コメントもね50件以上かな、なんか目指しておりますので、じゃんじゃんお待ちしてます。高評価もよろ。それではバイバイ、おやすみ。